こんにちは、中川太一です。昨年ですね、雑誌の撮影で初めて身につけさせていただいて、ファッションもシンプルなものが好きで、でもこうさりげないんだけど、このワンポイントが入ることによってなんかグッと気分も引き上げてくれるし、一気にこう華やかさだったり上品さも増してくれるような、耳もなんか一気にこう顔周りも華やかになる気がして、テンションを上げてくれるなという。三木本さん、130周年おめでとうございます。自分もですね、これから三木本さんのジュエリーとともにファッションを楽しめるようになったらいいなと思っております。僕も頑張ります。おめでとうございます。三木本のパールはもうストーリーがロマンチックでしょ。だって貝の中から誕生するなんて、そんな素敵なことがあっていいのっていうね、あのジュエリーですよね。それで、あの日本人としてやっぱりあのこの誇りを持たせてくれるし、女性として自信を持たせてくれる、日本人で良かったなと思う宝石です。三木本さん、130周年おめでとうございます。130周年、私がお付き合いさせていただいているのは本当に後半の少しですけれども、本当にあの自分の生活が女性として潤って、あの楽しくさせていただいています。これからもあのますます革新的にたくさんの人にこの日本代表のジュエリーをこうつけて、楽しい日常を送れるように、美しい日常が送れるようにますます期待しています。ファンなのでよろしくお願いします。おめでとうございます。三木本さんは、実は私がパリに初めて行った時に、パリのバンドーム広場の一角に三木本さんがあるっていうのがすごい励みになったんですよね。で、私が20歳ぐらいの時にこう、アジア人として、一人ぐらいだったんですね。ファッションウィークで歩けてたのが、その時にあのバンドーム広場をよく通ってたんですけど、そこにあの日本から来た三木本さんがのブティックがあるっていうのがすごく励みになったんですよ。で、若かったのでなかなか入ることができなかったんですけど、恐れ多くて2019年に初めて行けたっていうのはすごい感慨深かったです。三木本、130周年おめでとうございます。仿佛一场特别的与珍珠一起的旅行，有棱角，有锋芒，也有优雅，闪烁着温柔与热爱的光，就像我最爱的 Miki Moto and Collection 绽放璀璨，与我光芒。祝 Miki Moto 130周年生日快乐 ！I love my purse, purse of love。愿你也能找到属于你的那颗珍珠。Purse of love， 神秘又令人着迷，温润的光泽，璀璨的光芒，使我每一分每一秒都情不自禁的想要靠近。戴上我最爱的 Patchen Nora The Splash 系列，深邃沉稳也是我，温柔浪漫也是我。祝 Miki Moto 130周年快乐！คุณนิจิวะเจมส์จิลายุเดสสวัสดีครับผมเจมส์จิลายุนะครับเจมขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ130ปีของมิกิโมโตะด้วยนะครับสำหรับเจมแล้วไข่มุกมิกิโมโตะถือว่าเป็นตัวแทนความงามของญี่ปุ่นเนื่องด้วยไข่มุกที่มีคุณภาพสูงและการดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นมากๆครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอเทมที่เจมชอบมากๆของมิกิโมโตะนะครับนั่นก็คือสร้อยข้อมือเส้นนี้ครับนี่เป็นไอเทมที่สวมใส่ง่ายแล้วก็สามารถเข้าได้กับทุกลุคของเจมเลย I love my pearl เจมหวังว่าทุกคนจะค้นพบเครื่องประดับมุกที่ชื่นชอบเช่นกันครับ Hi, my name is Mark Jacobs. When I think of the most beautiful pearls in the world, I think of Miki Moto. My favorite piece of jewelry is a single strand of pearls that I wear not only for good luck, but to glamorize every one of my looks. I wish youA happy 130th anniversary, dear Miki Moto. Keep dazzling us with your beautiful pearls.